昨季は38年ぶりの日本一に輝いた阪神タイガース。その原動力となったのが先発投手陣で、今シーズンもエース級の活躍を見せている才木投手を中心に優秀な投手陣がローテーションを引っ張っています。野手陣に目を向けると、捕手は2人体制でほぼ固定しており盤石。内野陣もポジションを固定したことで攻守で安定した戦いぶりができており、バックアップメンバーも揃っています。外野はセンターの近本選手は攻守に高いパフォーマンスを見せていますが、両翼が固定できず、打撃においても長打力を期待されている中、力を発揮できていません。現在支配下登録は68名のため、ドラフトに向けて選手層の厚い投手陣から実績の乏しい中堅選手、あとは補強が必要な外野手の入れ替えが考えられます。そこで今回の動画では、阪神タイガースで今年活躍がなければオフに戦力外の可能性も否定できない選手を挙げていきます。ヨハン・ミエセス選手。ドミニカ出身の29歳、メジャー経験はないものの、2022年のマイナー AAA で60試合に出場し、打率2割7分1厘12本塁打35打点の成績を残しました。マイナー通算では793試合の出場で、打率2割4分3厘140本塁打427打点。2021年に行われた東京オリンピックでは、ドミニカ代表の5番打者として銅メダル獲得に貢献しました。明るいキャラクターと長打力が魅力の助っ人外野手で、2023年に阪神タイガースに入団。来日1年目の昨季は60試合に出場して5本塁打に止まるも、ベンチでのムードメーカーとして存在感を示しました。しかし今シーズンに関しては、5月18日に今季初の1軍昇格がありましたが、14試合に出場し18打数2安打で、打率1割1分1厘の成績しか残せず、6月14日に1軍登録を抹消され、2軍での調整となっています。今シーズン前半戦終了時のファームでの成績は、助っ人外国人としては目も当てられない状態です。さらに守備や走塁面でも大きなマイナス面を持っていることから、 DH 制のないセ・リーグではスタメンでの出場はかなり厳しいこともあり、このまま1軍に上がってこなければ今シーズン限りの退団となる可能性が高いのではないでしょうか。インスタライブしている場合じゃないよミエちゃんというネットの声も聞こえてきますが、どうなるか注目ですね。シェルドン・ノイジー選手。アメリカ・テキサス州出身の29歳、2019年にメジャーデビューし、2022年はアスレチックスで89試合に出場し、打率2割1分4厘4本塁打6盗塁 OPS 5割6分1厘をマーク。メジャー通算で7本塁打打率2割1分2厘と最高峰の舞台での実績は乏しいですが、 AAA 級では通算4シーズンで364試合に出場し、打率2割9分9厘50本塁打 OPS 8割2分4厘と好成績を残しています。2022年オフに右の長距離砲という鳴り物入りで阪神タイガースに入団。2023年の日本シリーズで2本のホームランを放つ活躍を見せ、バースの再来ではと言われたノイジー選手。その日本シリーズでは優秀選手賞を獲得し、レギュラーシーズンでは外野として両リーグ最多の12捕殺を記録しました。成績自体は満足いくものではありませんでしたが、2年目の伸びしろを期待され残留となりました。そんな来日2年目のノイジー選手は、開幕から調子がいい時期もありましたが、5月27日に1度目の2軍落ちを経験し、6月14日に昇格後も15打数2安打1打点、打率1割3分3厘と昇格後の成績はさらに悪化。今シーズンの成績は49試合に出場し、打率2割3分1厘1本塁打8打点に止まり、ミエセス選手同様、助っ人外国人というにはひどすぎる成績だと言っても過言ではありません。守備に関してはミエセス選手とは違い、貢献度は高いものの、打てばポップフライ、ショートゴロ併殺打が多く、後半戦の1軍昇格はあるかもしれませんが、このまま成績が変わらなければ今シーズン限りの退団は濃厚ではないでしょうか。特に週刊ベースボールのコラムで岡田監督がノイジー選手とミエセス選手の両助っ人に対して、ノイジー選手とミエセス選手には大きな期待はできないという発言や、外国人じゃなく若手に期待とも発言していることから、岡田監督の中ではもうすでに2人は戦力として計算に入れていない雰囲気も感じます。昨季の日本シリーズでの活躍は素晴らしかったですが、後半戦の巻き返しがあるのか注目したいですね。秋山拓巳選手。2009年にドラフト4位で西条高校から阪神タイガースに入団。ボールのキレと制球力で勝負するプロ15年目のベテラン右腕です。高校時代は打者としての評価も高く、プロ入り後の投手としての結果が出ない時期には周囲から野手への転向を勧められていました。
実際に2017年8月18日の中日戦でプロ初本塁打を放つなど、投手としては高い打率を残しています。2023年はローテーション候補から漏れていましたが、伊藤投手の出遅れもあり、急遽開幕3連戦の2戦目の先発投手として起用されています。しかしその2戦目となった横浜戦でチームは勝利したため勝ち負けはつきませんでしたが、5回5失点と炎上し、8月2日の中日戦まで1軍登板の機会は巡ってきませんでした。その久しぶりの1軍登板となった中日戦では5回持たずの3失点で負け投手となり、翌日抹消。その後1軍登板なく、昨シーズンは終了しています。ここ数年膝の怪我の影響や不調で苦しんでいる秋山投手ですが、2017年、2020年、2021年と2年連続を含む3年で2桁勝利を挙げており、実績は今いる投手陣の中でも最上位です。しかし今シーズンも1軍先発候補としての序列はかなり低く、村上投手や大竹投手等が今年も活躍しており、2軍に目を向けても青柳投手、伊藤投手、西純也投手、門別投手などが1軍先発ローテーション候補として2軍で調整していることもあり、1軍での出番を与えられる可能性もかなり低い状況です。そんな秋山投手ですが、2軍では12試合に登板し、2勝5敗、防御率 6.40 と結果を残せておらず、この2軍成績では今シーズンの1軍登板の可能性はほぼなく、おそらく戦力外になる可能性が非常に高いのではないでしょうか。ただ実績がありチームへの過去の貢献度を考えると、球団は戦力外にしたとしても何かしらポジションを与えてくれるような選手だと思いますが、後半戦に巻き返すことも期待したいですね。鈴木優斗投手、2021年にドラフト2位で創価大学から阪神タイガースに入団。大学時代は和製カーショーと言われていた期待値の高かった鈴木投手ですが、今年3年目となる前半戦が終わった時点でも1軍登板はありません。2023年は2軍で8先発を含む21試合に登板し、1年目の防御率 8.06 から 3.69 と大きく改善させるなど一定の成果を残した鈴木投手ですが、今年の防御率は 3.89 と昨年ほどの大きな改善は見られません。特に入団当初から課題となっていた四球率は年々悪くなっており、首脳陣が懸念している制球面の改善ができていない状況です。せめて後半戦に制球面の改善が見られなければ、まだ3年目ではありますが戦力外になる可能性は否定できません。後半戦で大きく数字が改善し、1軍登板ができるほどの結果を残してくれることを期待したいですね。高濱優斗選手、2014年にドラフト7位で横浜高校から日本ハムに入団。2021年には打撃面で存在感を示し、シーズン途中からファーストのレギュラーに定着。自身最多の107試合に出場し、打率2割8分2厘、当時の本拠地である札幌ドームで8本塁打を記録するなど、長打力と勝負強さを併せ持つ選手です。このままレギュラーをつかみ取るかと思われましたが、2022年は結果が出ず、新型コロナウイルスへの感染もあり、わずか7試合の出場に終わります。日本ハムでの立場も危うくなった中、チームメートの渡辺亮選手とともに、江越選手、斉藤選手との2対2の交換トレードで阪神に移籍しました。阪神入団時の会見ではこのようにコメントを残しています。誰もが縦縞というものに憧れて野球をやっていると思うので、そういうユニフォームを着られるというのはすごく嬉しく思います。内野全ポジションを守ることができるユーティリティ性も武器とされ、阪神では外野手として登録され活躍を期待されました。しかし春季キャンプから2軍での起用が続き、1軍での出場はありません。もう一人のトレードで入団した渡辺亮選手に完全に影を潜めている印象を受けます。トレードされて2年目ということもあり、戦力外通告や現役ドラフトの可能性も高まっているのではないでしょうか。年齢は28歳と若く、即戦力として期待されているにもかかわらず、1試合も出場していない状態では厳しい立場になるのではないでしょうか。片山雄也選手、2018年に育成選手ドラフト1位で BC 福井から入団。BC 福井時代には2018年のリーグ戦64試合に出場し、打率3割3分、14本塁打、62打点、18盗塁とほとんどの打撃部門で自己最高の成績を残しました。1年目のシーズン途中から支配下登録され、俊足強打の打撃型捕手として期待されていました。しかし、2022年にはわずか2試合の出場にとどまり、現在30歳です。2024年の2軍での打撃成績は決して悪くはありませんが、ほとんど1軍に呼ばれることなく30歳が近づいています。現在阪神の捕手は7人が支配下登録されており、1軍の捕手は梅野選手、坂本選手、
バックアップ及び2軍の捕手は栄田選手、長坂選手が務めています。若手の有望株として中川選手がいる状態、年齢構成としても一人が解雇される可能性が高いとされています。そのためその候補として最も可能性が高いのは片山選手ではないでしょうか。第2次戦力外通告はドラフト会議以降に行われるため、ドラフトの状況や現役ドラフトの結果に応じて戦力外通告も変わることが予想されます。いずれにしてもドラフトなどによって新戦力が加入し、来季以降へのペナントに備える必要があるため、崖っぷちの選手にとって後がないオフを迎えるのではないでしょうか。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。